目、浦安1点目のシーンです。サイドから長崎選手、これもね、長崎選手で1回クッと表に出てから裏に走り込む、はい、この動き、ここで粘りを見せた加藤選手からの速いリスタートでガリンシュ選手、はい、これキーパーからのカウンターだったんですけど、はい、この出だし素晴らしかったですし、はい、もう粘り、加藤選手よく粘った。そして浦安、ここですね、東出の折り返しをガリンシュ選手、東出選手、本当フリーでシュートまでいけるんじゃないかなっていうシーンなんですけど、よくこの狭いところ見えてましたし、確実に点を取りに行きましたよ、ね、はい。そして横浜、こぼれたところを包み、ここよく抜けたなっていう、本当に素晴らしい鋭いシュートだったと思います。またここは菅原の反転シュートからの押し込み、そうですね、菅原選手は本当反転でいい、はい、チャンスをいっぱい作ってましたね、はい、これもそこからの自分で詰めたっていう形になりましたね、はい、1点差守り切って浦安が勝利しました。ただ先制したのはホーム立川でした。源明代表理事、もう魂のゴラッソとお伝えして差し支えないかと思います。続いても立川です。カウンターから湯浅、これ気持ちで蹴り込んで3対0連続ゴールです。はい、相手を引きつけてでフリーになった湯浅がね、これも股抜きシュートですよ。そうですね、土岡もよく足に当てたんですが、これが決まって3対0となります。続きまして立川4点目です。このロングボール、荒井優勢よく収めて左足、右足ね、インステップでこのボールの勢いを殺してるんですよ。なんというタッチでしょうかね絶妙な力加減。さあ、そして北海道水上選手権 GM がピッチに登場しまして、一つ奪われたんですけれども、うん、水上は戻らずそこでキープしてワンタッチシュート、キーパーを上げた攻撃から逆に飛ばして安島のシュート、そして戸田も少し上がりを見せるんですが、それがミスになりまして小島のこのパントキック吸い込まれていきました。北九州逆転。これで3対1になって室田のシュート、ここ行きました。これサイドネットに突き刺さってるというのは本当にギリギリなんですね。すごいですね、これもう相手に体当てられながら、いやいや、ここしかないシュートで決めていきました室田。北海道が1点を追うところでこのシュート、そしてもう一度水上、ここに決めてきましたいや、水上ももうこれはキーパーのチャンスですね。ノーチャンスですね。小島の最初のシュートよく止めたなと思ったんですけど、そうですよね、怒涛の攻撃で同点に追いつきました。まあこの第2ピリオドはずっとこうねゴールを叩き続けてましたからね、扉をね。そして室田、いやーここです、この室田のシュート。まあここもこのパス良かった、パスも素晴らしかったし、はい、トラップも素晴らしくて、はい、でもうね小島も詰めてるんですけど、ここしかないっていうシュートを決めましたね。そうですね、まず先制ゴールは大分でした。この3番の口かやとの目の覚めるような右足ミドルです。山木さん、このゴールから見事でしたね。はい、もう今日一発でゴラッソですね。はい、ウガズの隅田すぐに追いつきます。このデザインされたプレーから中田シュート決め切りました。そして続いてもフーガドール隅田でした。この星龍太がパカッタが退場した後の数的優位を生かしました。右足ミドルで逆転に成功、まず今日最初の逆転でございます。マキータさんもね驚きの声を上げたシュートでございます。ちゃくちゃ声出しましたこの時、逆転だ、気持ちよかったです、うん。そして第2ピリオド最初のゴールは大分でした。見事です、この森村からのコカド、パラレラからのスーパーシュート。はい、次フーガドール隅田がすぐさま追いつきました。この田口元気よく粘って、清水ご覧ください、すぐさま左で打って最後は田口元気押し込みました。そして続いてもフーガードの隅田でした。清水誠也これよく見ていました、星龍太に送って星が決めてフーガードの隅田逆転、再びリードを奪います。ここをシュートと見せかけてのよく流し込みました。そして先制者のシュライカー大阪でした。このフリーキックから磯村愛と繋いで最後加藤翼のヘディング、これで大阪先制します。追加点大阪に生まれます。右のコーナーキックから中井選手のボールにこれ加藤翼、はい、コースが変わって顔面に当たったボールがゴールに吸い込まれました。今日だからヘディングで2得点ってことですね。左サイド樋口中に一つ入って右足振り抜きます。これで3対0、大阪環状越えフリーグで初ゴールでございます。マキンカさん思わずうまっというね、これ上地選手の反転もめちゃくちゃ上手でしたね。上手でしたね、反転で
ハーフタッチ一個ずらしてのまた開けさせてのシュート。なるほど。あれアラコルタ。あら。いや勉強しなきゃ。でも取らないと。米村直也一つかわして田村課長のブロックも入ってこのシュートが決まります。これで4対1、長野虹の1点を返します。これはうまい。